모두 환원인이라는 건가? 젊음을 원하는 자는 젊은 몸을, 권력을 원하는 자는 그 지위를 가진 자의 몸을, 아름다움을 추구하는 자는 탐나고 아름다운 몸을 얻었지요. 각자 원하는 말을 환원으로 이룬 자들이구나. 韓国パート2の19話の先行公開映像を入手しました。いよいよですね、本日19話、明日20話と。韓国も終わりを迎えてますね。ね、非常に寂しいですが、あと韓国ロスになりそうですけどね。うん。まあみんなでね、ハッピーエンドを願って今まで、10話、8話か。見てきたと思うので19はどうなるのか一緒に見ていきましょう。では続きの動画をどうぞ。그새로운세상이라는게열리면몸을빼앗긴자는어찌되는건가？젊은이는늙고지위를가진자는그걸뺏기고아름다운자는추해지는것이아닌가？よ、聖者よく言いましたね。ね。うん、アルンダウンじゃぬ、チュエジヌンゴシアニンガ、その通りですと。うん。なんかね、星座のこと心配してた方、たくさん、まあ僕も含めて、いたと思うんですが、やはり星座は、うん、善側ですと。悪側じゃないと。いうことが、このシーンでわかるかもしれません。では、続きを、どうぞ。じゃあ。하찮은것에마음을쓰지마시라하지않았습니까？난그런걸지키려는게나약하다생각하지않는다。오히려더강한것이지。그런힘이얼마나강한것인지관주에게직접보여주려하네。いやー、よかったですね。セザーはやっぱり我々を裏切ってませんと。いうことはこのシーンで分かりました。やっぱりセザーはね、ずっとね、このパート2では、チーム側の、悪に近い存在なのかなと、思わせてきたドラマだったんですが、やっぱり、それは違うと。アンジュエゲチッチョポヨジュリョハネと、うん、何を見せてくれるのか。続きの動画をどうぞ。いやー、軌道からね、燃えてくるチャンオクが非常にかっこいいんですが、まあ気になるのは、軌道でね、チンブヨンとどういうことがあったのか。うん、まあ何かね、結論が出たから戻ってきたんでしょうから、それがすごく気になりますね。なるほどですね。戦いの始まりですね。うん。チャンオクもかっこよく登場して、ユルもそうだし、パクチンも登場してきました。一つだけ心配なのは、パクチンがね、うん、前の伏線によって、19話、20話で、みんなを守るために、死を選択することはないようにだけ、うん、我々が見たいのは、キム・ドージュとのハッピーエンド。それをぜひみんなで待ってみたいと思います。では続きをどうぞ。저를속이셨군요。자는속은게아니라날너무나약하게본것이네。저를위해모든것을한저를저를버리시는겁니까？서로맞서싸우는적을버린다하지않지。나는관주와싸우러온것이다。장욱과함께。いやー、めちゃくちゃ良かったですね。かっこいい。セザーかっこいい。나는관주와싸우러온것이다。ジャンオクと함께。良かったですね。やっぱりセザーは、
我々を裏切っておりませんでした。うん。まあ、チャンオクがね、やっぱその、このセジャの、地位を別に狙ってたわけじゃないですよね。ジェワンソンとして生まれてきたものの、別にこういった、地位には興味がないと。それを分かったセジャはですね、チャンオクと一緒に悪の神武を倒すという非常に分かりやすいね、悪は死んで善が勝つという非常に分かりやすい、ストーリーに戻ってきました。うん、これと合わせてね、最終的にみんなが待ってるハッピーエンドになるといいなと思いながら、今日明日楽しませていただきたいと思います。では続きの動画をどうぞ。